こんにちは、マリサです。こんにちは、霊夢です。簡単中国史です。マリサさん、今日は誰ですか？今日は御用部の始祖、爆語罰です。知らないです。でも御用氏は有名ですよね。そうです。後の御用一族のご先祖様です。はい。もともとは戦秘族の大人の一人だったんだけど、魏が建国されて間もない頃、爆語罰は戦秘の中でも、自らの参加にあった諸部族と、その大人を率いて、北の国境の外側から陽性へ移り、この地に入居するようになったんだ。曹操の政策もあって、この頃たくさんの異民族が、中国国内に移住してきたんですよね。その後、自らが束ねていた集団のことを、御用部と称したというんだよ。いきなりですね。でも外から移住してきた一族だったのですね。そして魏の大将軍司馬懿が、遼東の地で自立していた、公孫渊討伐に向かうと。ああ、有名な戦いですね。爆語罰はこれに協力して功績を挙げ、律儀王に封じられたんだ。ほうほう。これにより正式に、寮生に住居することを認められ、玉城、かっこ現在の遼寧省錦州市義県の北部に、自らの領土を得たんだ。三国志の時代の人だったのですね。爆語罰の死後は、この御用牧園が、大人の位を継いでいくんだ。ほうほう。今日の話はこれでおしまいです。三国志の時代の話で面白かったです。それではまた。またまた。